こんばんは、タイガーマスクです。おや、今日のタイガーマスク、今日も元気に声を張り上げて発信しようとしていますねって、お思いのあなた。正解ございます。正解です。正解でした。はい、こんばんは、タイガーマスクです。はい、今日はですね、何について発信していきたいかと言いますと、諦めることは簡単、続けることは難しいについて発信していきたいかと思います。諦めることは、簡単なんですよ。仕事を辞めることも簡単なんですよ。でも続けること、前向きに考えて考えて諦めずに、とにかくね、苦手だなと思うことをとことん進んでいくことがどれだけ難しいか、どれだけ大変か、でもそういうことを乗り越えて乗り越えていくからこそ人間って成長するんだなって思いますよね。諦めてしまったり、弱音を吐いてしまったり、できないって諦めて、僕はできないんだって蓋をしてしまったら、本当にできなくなるんですけども、自分はできるんだ、自分はできるんだ、できないかもしれない。でも、仮に、できるんだ、できるんだ、できるんだって言い続けたら、本当にできるような気がしませんか？当たり前ですけども、できない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 って、できないと言ってしまったら、本当にできなくなってしまう。イライラしてしまうかもしれない。でも、できる、できる、できる。僕はできるんだって言ったら、本当に自然とね、力が湧き上がってきて、何でもね、いろんなことができるようになるんですよ。可能性というものは、自分のこの頭にね、可能性をいっぱい詰まっているんですよ。いろんなことができるんですよ、本当は。でも、自分でね、決めつけてしまっているんですよ。できないと決めつけているんですよ。それを、できると思い込むんですよ。そうすれば、いろんなことができるようになるんですよ。うん。できないと、自分の可能性に蓋をしてしまうのか、できるんだ、できるんだと思い込んでしまうかによって、全然変わってくるかと思いますね。僕は、いろんなことありますけども、できる、これもできる、これもできるって思い込んでるんです。バカみたいに思い込んでいることによって、いろんなことができるんです。その方が幸せなんです。初めから諦めたり、弱音を吐いたり、無理だって思ったら本当に無理になってしまう。そう思ったらそうなってしまうんですけども、絶対にできるんだと思ったらできます。今日はですね、簡単でありますけども、この辺にしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。タイガーマスクでした。はい。